さて今日はかなりチート級な世界同士で対決していくわよ。え？チート級？今日もまな板使えるの？まな板のことしか頭にないのかあんたは。いや今日はまな板じゃないのよ。え？まな板じゃないチート級？どんな世界なの？今日対決する世界は釣りをすると3秒間クリエイティブになれる世界。それに対するはスーパーイージーな世界よ。え？クリエイティブ？サバイバルなのにクリエイティブ？そうなのよ。まあ魚とかを釣った後の本当に短い間だけだけどね。でも何回も釣れば何回もなれるのよね。まあそうなるわね。最高すぎる。さて今回シックちゃんの対戦相手は、運の悪い人。いやちょっと待てなんだその紹介は。あ、運の悪い人だ。なんだそれなら楽勝ね。だってシックはクリエイティブになれるんだもん。運の要素なんてないもんね。むむむ言わせておけば、見てろよ。絶対にジャフンと言わせてやるからな。ジャフン。今言ってもダメ。よし、釣りをしたら3秒間クリエイティブになれるっていうことは、まずは最優先で釣り竿を作らないといけないわね。案外最初のハードルが高いですね。そうよね。糸ってそんなに一瞬で集まる素材じゃないもんね。うん、確かにそうかも。夜までは時間があるから地上では雲見つけられないし、下に潜って探すしかないのかな。まあそうなりますね。雲がすぐに見つかってくれたらいいですが。他に入手方法なかったっけ？廃坑を見つけるか、あとはピラミッドなんかのチェストに入ってたりするけど、雲を探すのが一番早いでしょうね。猫を倒しても手に入るみたいですね。うん、糸目的でニャンニャンは倒せないな。やっぱり最低限の物資を集めたら地下に潜るのが一番早そうね。もうちょっとだけ木材を集めたらもうすぐに地下に潜っちゃうわ。よし、木材が集まったからここを掘っていくわよ。とりあえず丸石が集まったらすぐに石の剣とする橋を作って、雲の気配がするところまでどんどん掘っていこうかな。それが良さそうね。でもシックちゃん気をつけてね。雲探しを急ぎすぎて無茶しないようにね。大丈夫よ、任せといて。チートな世界対決だからやられたりしたら挽回が難しくなるもんね。ほれほれ、どんどん掘り下げていくのよ。あれ？水の音がする。近くに洞窟でもあるのかな？確かに水の音が聞こえましたね。うまく広い洞窟に繋がってくれたらいいんですが。よし、私はジャングルスターとか。これは奥の葉か？あれ？葉っぱが直接ドロップしたぞ。ちゃんと奥の葉だよな。この世界って前にシックちゃんがプレイしたスーパーイージーの世界だろ？そうなんだけど、あれからちょっと仕様変更があったみたい。葉っぱからリンゴが作れるわよ。あ、ほんとだ。これはいいな。そしてリンゴからエンチャントされた金のリンゴが作れますと。いいじゃないか。最初から最強の食料が手に入るだなんてな。もうちょっと作っとくか。絶対にそんなに使わないでしょ。それから確か壊したブロックも増えるんだったよな。そうね、物によって違うっぽいけど、2倍になるものが多いみたいね。ふむふむ、土からは何が作れるんだっけ？うおすげー、エンダーパールが作れたじゃねえか。シックちゃんがこの世界をプレイしてからもう4ヶ月だもんな。私も結構忘れてるんだぜ。とりあえずエンダーパールはたくさん集めておいた方がいいわね。よし、とりあえずこんなもんでいいか。土はどこにでもあるしな。木材を集めて木のツールは自力で作らないといけないよな。そうね、装備を簡単に作るレシピはこの世界にはないからね。いいじゃないか。原木は4個手に入るみたいだな。これで木のツール橋を作って地下で鉱石掘りに行くぞ。石のツールまで作って鉱石を求めて掘り進めていってるぞ。なんか水の音が聞こえるんだよな。洞窟に繋がってくれたらいいんだが。あ、あったわね。普通の洞窟みたい。よし、乗り込むぞ。エンチャントされた金のリンゴがあるからどうにでもなるだろう。お、やも大量大量。ちょっと待て、それはまずじゃあ。オーブなしのクリーパーは心臓に悪い。しかも子供ゾンビまで来たじゃねえか。想像以上に敵が多かったな。でもスケルトン1体倒しただけで矢が35本は美味しすぎるわね。まったくだぜ。鉄鉱石も掘ったら鉄ブロックになってドロップしたし、ここでとりあえず鉄装備意識を作って万が一に備えておこうか。あ、どこかに繋がったわね。うわ、これは警告だわ。え、スケルトンが2体もいる。ちょっと待って、ちょっと待って。さすがにこの場所で2体相手するのはめんどくさい。でもどうしようかな。せっかく見つけた警告だし、早く移動して雲を見つけたいんだけどな。こっちに雲いないかな。うわ、スケルトンそこにいたのかよ。ほんとめんどくさいんですけど。もういいや、考えてても時間がもったいないから、突っ込んで谷底に落としちゃおう。はい、一丁上がり。ナイスよ、シックちゃん。あとはゾンビを落とすだけね。ゾンビ肉が欲しいからゾンビは落とさないんですね。ゾンビ肉が欲しいだなんて、かわいそう。最近ゆりこ様ゾンビ肉への風当たりが強いですね。あれ？今こっちの方から雲の声が聞こえなかった？あ、今度はこっちだ。確かに聞こえましたね。警告じゃなくその内側の洞窟に雲がいるんでしょうか？近いわよ。これはいいわ。早く糸をゲットして釣り竿を作らないと。めちゃくちゃ近いわ。もうその辺にいるんじゃない？うわ、毒蜘蛛もスポナーだ。え、すごすぎるわね。ちょっと運がいいのか悪いのかわからないけど。ほんとなんとも言えない。毒蜘蛛も1マスでも入ってくるから怖いのよね。武装糸1つしか拾えてないか。フェイントをかけてこっちから取れないかな？って、なんか雲止めがあった気がするんですけど。痛い。ちょっと待って。糸なの。糸が欲しいだけなの。あぶねー。本当に毒蜘蛛も怖すぎますね。普通の雲みたいに横幅が広かったらいいんですが。あ、でも糸が2つ集まってるわ。よし、これで釣り竿が作れるわね。それじゃあ地上に戻って釣りまくるぞ。よし、鉄装備を作ったぞ。こいつを倒したらもう矢は集める必要ないだろ。お、今金が見えたな。確かブレイズロッドって金で作るんだったよな。そうね。よしよし、順調。誰だ、私の運が悪いって言ったやつは。もう金も見つけたからこれでエンダーアイも作れちゃうんだよな。確かブレイズロッドはこうやって金を斜めに。あれ？できねえぞ。配置が逆だったか？いや、マリサ何やってるのよ。ブレイズロッドは金塊で作るんだけど、
そうでした。よし、グレイズロットもできたし、これをパウダーにしてエンダーアイも完成だな。あとはエンドポータルか。エンドポータルフレームってどうやって作るんだっけ？エンドポータルフレームは黒曜石が大量に必要だから、ちょっと黒曜石が掘れるツルハシを手に入れる必要があるわね。あ、なんかそんな感じだったな。確か釣りで強い装備が釣れるんだったよな。そうそう、よく覚えてるじゃない。となると糸を手に入れないといけないな。どこかに雲がいてくれたらいいんだが。確か釣りって狭い場所だったり浅い場所だったりしたら効率が下がるのよね。なんかそんな感じだった気がするわね。正確には日光か月光の当たってない場所だと待機時間が2倍になるそうです。広くないといけないというのは宝カテゴリの釣れる確率に影響するだけなので、今回みたいにただ早く釣り上げたいという時には広さは関係ないですね。あ、そうなの？まあいいや、夜までかかるかもしれないし、モンスターに襲われても面倒くさいからちょっと周りに陸がないところで釣ろうっと。お、今どこかから雲の声が聞こえたぞ。確かに聞こえたわね。どこだ？めちゃくちゃ近いわけではなかったよな。この辺結構入り組んでるからね。どこかの通路を進んだ先にいるとは思うんだけど。どこだ？いや、こっちじゃねえな。こっちは遠ざかってる気がする。探せ探せ、早くしないとしっぴちゃんに負けちまう。これ下手したら繋がってない説あるぞ。もうちょっと探すのめんどくせえ。声のする方に素直に掘っていくことにするんだ。あー、なんだかと思う。何やってんのよ。お、でも雲の声めちゃくちゃ近くなったぞ。どこだどこだ？もしかして上か？なんか上っぽいわね。よし、ちょっと上に登ってみるぞ。いや、上じゃねえな。かなり近いぞ。もうその辺にいるんじゃないか。あ、いたいた、やっと見つけたぜ。よし、これで糸ゲット。それじゃあ地上に戻って釣りタイムね。しっぴちゃんも釣りをすればクリエイティブになる世界だったよな。くしくも釣り対決になっちまったな。運が悪い。マリサは圧倒的に振り目悪いよな。よし、この辺でいいわ。魚が釣れたらすぐにクリエイティブになるのかな。そういうことなんでしょうね。しっぴちゃん、何を取るか決めておかないといけないわよ。あ、そっか、必要なものは全部集めてから行くから順番は別にどうでもいいわよね。まずは装備とかかな。あ、来た来た、食いついたら引き上げてインベントリを開く。よし来た。インベントリ、まずは装備のタブを開いて。はぁ、え、もう終わっちゃったの？終わっちゃいましたね。そんな3秒って思ったよりも短いわね。これはかなり厳しいわよ。しっかりとどこに何があるのか把握してから取らないといけないわね。場所なんか覚えてないんですけど。それか検索欄にアイテム名を打ち込むかですけど。3秒で入力してから取るまでできる気がしないな。ちょっと厳しいかもね。一つずつでも確実に狙って取った方がいいかもしれないわ。必要なアイテムをおさらいしておきましょうか。そうね。まずは装備でしょ。どうせならネザライト系の装備を取って、弓トラも必要よね。エリトラとロケット花火もあればエンドラ戦で時間短縮になるわね。装備だけでもめちゃくちゃ多いんですけど。そして魚全然来ないんですけど。あ、来た来た。よし、次こそは絶対に何か取るわよ。よし、ネザライトのブーツ取って、レギンスもいっちゃ取れません。うわ、本当にきついわね。掴んでたアイテムもサバイバルに戻ると消えちゃうのね。3秒ってかなりギリギリのラインですね。限界まで効率よくしても2種類取るのが精一杯な気がします。これ結構時間かかるくね。装備はさっき言ったのでいいわよね。あれ、でも残り必要なものって、エンドポータルフレームとエンダーアイ、それに回復用のエンチャントされた金のリンゴぐらいじゃない？あ、確かにそうかも。釣り上げ失敗しました。う、これは痛い。しょぼーん。次こそは成功させる。ネザライトのヘルメットにチェストプレート。さあ、やった。見て見て、なんとか2つ取ることに成功したわよ。すごいじゃない、しっぴちゃん。ヘルメットを置き損ねた時はどうなるかと思ったけど、なんとか2つ取ることができたわね。だんだん慣れてきたかも。しっぴ気づいちゃったのよ。1つだけ手に入れたらいいアイテムって、別に掴んでインベントリに入れなくてもカーソルを合わせて投げたらいいんだってことに。しっぴちゃん天才じゃない。それなら置き損ねることもなく簡単に手に入るわね。ふ、そうでしょ。その技を使って楽々ネザライトの剣ゲットなんですね。あ、間違えて鉄のヘルメット投げてます。ごめん、全然撤回するわ。ネザライト装備と金リンゴは取れたけど、問題はここからね。エンドポータルフレームですね。どこにあるかわかってるんですか？確かブロックのタブにはなかったと思うのよね。多分ここだ。あ、あった。1スタック掴んで捨てる。間に合いません。これはなかなか厳しいですね。でも大体の場所がわかったから次はいけそうね。エリトラとロケット花火もちょっと苦戦しそうだけど、この調子だと頑張ればなんとかいけそうね。しっぴちゃん頑張って。よし、それじゃあ釣っていくぞ。目的はダイヤ以上のツルハシただ一つ。大量に黒曜石を壊さないといけないから、できれば効率強化のついたツルハシが欲しいところよね。おう、任せとけ。私の強運ですぐに釣り上げてやるんだぜ。お、ネザライトのチェストプレートじゃねえか。狙ってたいものとは違うが、エンチャントもいい感じだな。純粋に強くなれる装備は別に来てくれてもいいんだぜ。まあ早めにツルハシが来てくれないと困るけどな。全然来ません。なんでだ、なんでなんだ、なんでこんなにも同じ防具ばっかり連れてしまうんだ。ツールが来ても剣とシャベルばっかり、なんでツルハシが来ないんだよ。あら、マリサ、そんなの決まってるじゃない。あんたの運が悪いから。うらえ、クソ、またブーツじゃねえか。一体いつになったらツルハシが来てくれるんだよ。マジで来ないんだが。やばい、やばすぎるぞ。もう釣り竿の耐久値も3分の1ぐらいになっちまった。釣り竿の耐久値は64らしいから、もう少なくとも40回ぐらいは釣ってるわね。疲れました。お、やっと
だー。よしよしやったぞ、ミロレイム。しかも効率強化付きだ。え、マリサが効率強化付きのツルハシを引き当てた？そんな、まあそんなこともあるわよね。ここはもっとびっくりするとこだろ。ありました。でもあとはロケット花火を取れば終わりです。シックちゃんあと少しですよ。集中して頑張ってください。オッケー任せといて。よしったわね。もう場所はわかってるのよ。今度こそしっかりと狙って、取る。きたー。やった。これで必要なアイテムが全部揃ったわよ。やったわねシックちゃん。頑張ったわね。すごい。それじゃああとはエンドポータルを作ってエンドに行くだけね。よし待ってなさいエンドラ。待ってなさいマリサ。この勝負シックがいただくんだから。よしマグマを固めて黒曜石を作ったぜ。ここからが地味に大変な作業ね。壊すと2つに増える黒曜石をひたすら壊して、なんとか72個まで増やしてちょうだい。うへい72個かよ。釣りで疲れ果てた体にはきつい作業だな。まあ仕方ないわね。疲れ果てたのは運が悪いせいだから。パワーストーンでも買ってこようかな。ふぅ、やっとこさ必要な数の黒曜石が集まったんだぜ。これはどうやってクラフトするんだったっけ？真ん中の一番上にエンダーアイを置いて、下2段を黒曜石で埋めてちょうだい。お、ちゃんとエンドポータルフレームができたな。しまった。でもエンダーアイが足りなくなっちまったじゃないか。だから多めに集めておいてって言ったじゃない。まあいいか。土はすぐそこで集められるもんな。ブレイズパウダーは大量にあるんだ。ちゃちゃっと作ってエンドに行くんだぜ。今日は絶対にシックちゃんに勝つんだからな。それじゃあこの辺でいいわね。方向を間違えないようにしっかりとフレームを設置して。あ、間違えた。まあいいや、数はたくさんあるしね。エンドラと戦うようにしっかりとホットバーを整理して。トントントン。あ、一つ飛ばしちゃった。ドーン、行くぞー。よし、これでエンドポータルが完成。パパッとエンダーパールはめてすぐにエンドに行くぞ。待ってろよエンドラ。フルネザライト装備の私がサクッと倒してやるんだぜ。よし、まずは頑張って取ったエンドクリスタル爆破セットでエンドクリスタルを全部壊していくわよ。やっぱりエリトラを使ってのクリスタル爆破って楽々よね。最近私たちもエリトラの楽しさに目覚めちゃったんですよね。結論子があるところは下から壊して。よし、これでエンドクリスタル全部壊せたわ。あとはなるべく弓矢でエンドラの体力を削りながら、いつも通り倒すだけね。よしよし、結構ダメージ入ってる。そのまま最後までそこにいてくれていいのよ。え、エンドラ戦でそんなに飛ばされることあるの？これはエリトラを着ている影響でしょうか？うわ、これはやばい。けどエリトラがあるから平気なんですね。よし、釣りはかなり面倒くさかったけど、やっとこの世界もクリアできそうね。じゃあね、エンドラ、これで終わりだー。きたーやりましたね。これは結果が楽しみですね。これは勝ったでしょ。装備が強くても弱くても最初にやることは変わらねえな。まあそうよね。でも今回はシックちゃんの世界も相当強いはずだから、ここで時間をかけるわけにはいかないわよ。おう任せとけ。ちゃちゃっとクリスタル破壊してエンドラも倒してやるからな。よしエンドクリスタルは壊したぞ。弓をオフハンドに装備して剣を持ちながら撃てばかなりいいダメージが入るはずだよな。なるべく降りてきた時以外でも体力を削っておきたいんだよな。よしこれで終わらせるぞ。今日は何としても勝ちたいんだ。おとなしく倒されてくれよ。よっしゃー。これは勝ったんじゃないか？結果発表。さて今回はちょっとめんどくさいとこもあったけど、二人ともそこそこ早くクリアできたんじゃないかしら。ということでまずはシックちゃんのタイムから、25分31秒でした。あ、やっぱり結構早いわね。まな板よりもかなり早かったわ。続いてマリサのタイムは、32分47秒。うわ、負けちまったか。結構いい線いってたと思ったんだがな。まあ敗因は明確よね。運が悪かった。まさかよ。マリちゃんは今回も残念な運だったみたいだけど、二人とも頑張ったからぜひ高評価していってね。最後まで見てくれてありがとう。よかったら他のおすすめの動画も見てみてね。高評価もよろしくね。それじゃあまたねー。バイバーイ。